アグダ・ロッセルはスウェーデンの外交官であり政治家、国連常駐代表を女性として初めて務めた人物、国連において主刑廃止、女性の権利、女性の活稽問題を推進。アグダ・ロッセルはニューヨークの国連でスウェーデン国連常駐代表として1958年から1964年まで務めた。 次に1969年までユーゴスラビアの首都ベオグラードで1969年から1973年までチェコスロバキアの首都プラハで1973年から1976年までギリシャの首都アテネでスウェーデン大使として働いた。アーグラは国連において死刑廃止と女性の活例問題、家族計画、平等や女性の権利、 難民などの問題を推進した。彼女が国連常駐代表に就任する前には国連の議題に上がることのない難しい問題だった。アグダ・ロッセルはスウェーデン北部のノールボッテン地方のエリバルの近くで6人の子供の家族に4番目の子供として生まれた。彼女の父親は鉄道員だった。医者になるための教育を望んでいたが、 母親の病気と7人の家族の世話をしなければならないという経済的問題のために彼女の学業は長年中断された。知人や親戚の経済的支援を受けて才能のある少女はストックホルムの社会研究所で勉強するようになった。1939年に専門学校を卒業した後彼女は労働組合に関連するキャリアを選び、 ストックホルムホテルグループの人事部で働き、その後オンブズマンとして電話会社で働いた。1943年、裕福なエステルマル向けの反対にもかかわらず、作家のジェイムズ・ロッセルと結婚した二人の子供を設けたが、男性の精神的な問題のために離婚し、アグダは勉強してキャリアを追求している間、子供たちの唯一の親であり続けた。 労働市場委員会とラディバーニン・ラスティネ・プージャル・ジャスタスサの指導的地位で急速に進歩した。1950年代には国連人権委員会のスウェーデン代表団のメンバーとして国際的な地位についた。1958年、スウェーデンは彼女を国連常駐代表に任命し、国連機関でその役職についた最初の女性となった。 彼女は1958年8月8日に資格情報を提示した。アーステン・ウンデーン外相は彼女をプロの外交官ではなかったがその役職に選んだ。彼女は1964年までその役職についていた。国連上中代表はスベルケル・オストロムに引き継がれた。この在職期間中、彼女は国連安全保障理事会にも参加した。 国連常駐代表の在職の間に、彼女は死刑廃止と女性の活稽の廃止、女性の権利のためにキャンペーンを行った。アグダは国連常駐代表の任務の後、スウェーデン大使として1964年から1969年まで、ブルガリアとユーゴスラビアの首都ベオグラードに、1969年から1973年まで、ジェコスロバキアの首都プラハに、 1973年から1976年までギリシャの首都アテネに勤務した。彼女は1943年から1951年の間にジェームス・ロッセルと結婚していた。彼女は2001年5月に90歳で亡くなった。ありがとうございます。